ファームイベント広場へお集まりの皆さん、こんにちは。はい、とっても元気な挨拶、本当にありがとうございます。本日はようこそ那須動物王国へお越しくださいました。ただいまよりバードパフォーマンスショーを開催いたします。ショーより楽しく、そして安全にご覧いただくために、皆様にはいくつかのお願いがございます。これから登場してまいりますといただくには、とても怖がりな種類もあります。ですので、ショーが始まりましたら、お席から急にパッと立ち上がったり、ハンカチやパンフレットなどの物や笛を振らないようにお願いいたします。また飛び回る鳥がお子様とぶつかってしまわないよう、保護者の方はしっかりと手を握ってのご観覧にどうぞ。よろしくお願いいたします。それではお待たせいたしました。この夏の雄大な自然を舞台に、鳥が翼を広げ自由に飛び回る美しい姿を、皆様にはたっぷりとお楽しみいただきます。チリアンブルーイーグルでした。さて皆さん、今私は猛禽類という言葉を何度か使っておりましたが、皆さんはその言葉聞いたことがあるでしょうか。ちなみに猛禽類聞いたことがあるよという方は手を挙げてみてくれますか。はい、ありがとうございます。半分くらいの方が聞いたことがあると答えてくれましたが、実は猛禽類と呼ばれている鳥たちにはある共通の特徴があるんです。さあ、本日はその特徴が何かをこの鳥に直接教えてもらいましょう。さあ、皆様の頭上を越えてやってまいりました。こちらはアフリカに生息をしておりますダルマワシという種類で、名前をセレンと言います。今からセレン君が皆様のすぐ近くを飛んでまいりますので、もし自分の身が危ないと思った方は避けてくださいね。さあ、こちらへとまたまたやってまいりました。さあ、ではせっかくこのように近くに来ますので、まずはセレン君が何を食べているのか皆様で注目して見てください。実はですね、何かをパクッと一口で食べております。そう、この真っ赤なものは生のお肉なんです。そしてこの生のお肉を食べているくちばし、また足にも注目してください。どうでしょう、非常に鋭いくちばし、そして大きな爪を持っていますよね。実は猛禽類というのはこの大きなワシのように鋭いくちばし、そして鋭い爪という茎を使って狩りをして定格をする肉食、つまりお肉を食べる鳥たちのことを言うんです。
そして今私たちの腕にこのセレン君非常にふんわりと止まってくれてますが、狩りを行う際にはなんと握力50キロを超えてしまうほどの力を使ってバシッと獲物を捕らえます。そんな力でお使いになれては獲物は逃げることができません。それでは元気いっぱい皆様の頭上を飛び交いましたダルマ橋のセレンでした。非常に大きな鳥たちを2種類続けて紹介してまいりましたので、続いてはとっても可愛らしいウォーキング類を皆様にご紹介いたしましょう。ではさあまたまた皆様の頭上からやってまいりました。皆さんとても可愛らしいこの鳥一度は見たことありますよね。では種類を一緒に答えてみましょう。せーの、皆さんバラバラですよ。ありがとうございます。だいたいミミズクとフクロウ2つの答えが上がっておりましたが、正解はミミズクが大正解なんです。でもフクロウって答えてくれた人も間違いではありません。同じフクロウかと呼ばれている鳥なんです。同じだから。ではフクロウとミミズクの違いを皆さんはご存知でしょうか。実は見た目でわかる違いがあるんです。きっとあの頭の上、すでに答えてくれた人もいましたが、頭の上に何やら可愛らしい2つの羽が生えているのが皆さんお分かりいただけますね。実はこの羽が生えているものを身につける、そしてこの羽の上につるんとしているものを、ただそれだけで呼び分けられているんです。また小さな体ではありますが、非常に大きな目を持っています。実はこの目、まっすぐ前しか見れない不便な目なんです。皆さん前しか見れないと少し困ってしまいますよね。ですが最上部この鳥はなんと前しか見れない代わりに他のところ首が大きく動くんです。その動く角度はなんと右に左に270度ずつも動きます。私たち人間の3倍も動く、とても不思議な体の仕組みをしています。それではとても可愛らしい姿を見せましたミミズクのクーバーでした。さてクーバーはとても可愛らしい姿を見せてくれました。ですので続いては今度はかっこいい鳥を皆様にご紹介いたしましょう。さあ続いての鳥は一体北からやってくるのでしょうか。呼んでみましょう。ハリー、さあ羽を広げてかっこよく登場してまいりました。続いてご紹介いたしますのは中南米に生息をしている鷹の仲間でハリスホークという種類です。このハリスホークという鷹は鷹の中でも特に頭がいい種類として知られています。どのように頭がいいかと言いますと、鷹イワシというのは通常1羽で行動し狩りを行いますが、このハリスホークに限ってはなんと群れで行動し狩りを行います。群れで狩りを行うことによって自分の体重よりも重たい獲物でも仕留めることができるから、協力するということを知っている非常に賢い鷹、それがこのハリスホークなんです。では本日私たちが行っておりますこの鷹のキャッチボール、なんとお客様にも挑戦していただきたいと思います。どなたでも構いません。自分の胸にこのかっこいい鳥を乗せてみたいという人はぜひ手を挙げてください。はい、ありがとうございます。たくさん大人の方も上がっております。では決めました。せっかくですので、そちらのですね一番前に座っている青いお洋服のお兄ちゃんに頑張ってもらいましょう。それでは皆様大きな拍手でお迎えください。はい、こちらを見て、はい、まずはこんにちは。はい、元気ですね。お名前を教えてくれますか。しゅんたくんが頑張ります。よろしくお願いします。さあしゅんたくんには早速あの鳥を腕に乗せてもらいますので準備をします。まずは左手出してください。これ、うそうそ、この左手をグーにしてまっすぐ伸ばして最後は高く上げるよ。高く上げて、これで準備は OK。 そうするとしゅんたくん見て、
あそこに鳥さんスタンバイしてるんだけど、こっちに飛んできて、最後はね、鳥さんの爪がぐっさりとこの腕に刺さります。石田君、大丈夫？はい、大丈夫だろ。ちょっとね、それね、お兄さんも予想外だったから、ちゃんと今日はね、グローブ用意していました。はい、それはこちらですね。このグローブがないと大変だから、今度はしっかりと出て、ここも指入るところあるから、はい、今度は大丈夫。入った？はい、じゃあレンタル料は1回500円です。じゃあね、俊太くん、今度は本当に準備するから、左手をグーにして、しっかりと高く上げます。ピンと伸ばしててね。そして最後にお願いがあります。あそこに見える鳥さんの名前はハリスホークのハリーと言いますので、お兄さんの声の内でハリーと元気いっぱいに呼んであげてくれますか。はい、それでは元気な返事ももらいましたので、頑張ってもらいましょう。俊太くんのハリーキャッチです。参ります。せーの、ハリー。さあ、素敵な声で、おーっと、腰に取れてしまっている。どこ行った？ちょっとですね、電柱の方に止まってしまいましたが、俊太くん、じゃあね、もう少しこっち側で呼んでみようか。声の大きさがね、ちょっと足りなかったみたいだから、今度はね、元気いっぱいにハリーって呼んであげてくれる？はい、じゃあね、もう一回この左手をグーにして高く上げます。針の方を見て、はい、あの針に向かってもう一度元気いっぱいに呼んであげてください。参りましょう、俊太くんのハリーキャッチ成功なるか。せーの、ハリー、ハリー、ハリー。おっと、ちょっと針無視していますか、これは。まあ、実はですね、タカヤワシというのは鳥の中でも非常に目がいい種類として知られております。この視力の良さは、なんと上空300メートルの高さからでも地面にいるネズミを見つけられるほどなんです。ですので、針はしっかりと俊太くんのことが見えているはず。じゃあもう一度、この左手をグーにして呼んでみましょう。さあ、最後に高く上げます。参ります。俊太くん、せーの、ハリー。さあ、来るな、来たー、来ました。ナイスタッチ、大きな拍手をお願いいたします。そしてグーにして、そのままみんなの前に振り返ってピースをしてください。はい、シャッターチャンスです。どうぞ、食べてください。大丈夫ですか、お写真撮りました？カメラのだいぶ少ないみたいですけど、いいですか？はい、じゃあね、俊太くん、針はこちらへと戻ります。最後に、この針を手に乗せてみた感想を教えてくれますか。どうだった？ちょっとびっくりしたけど慣れた。ちょっとびっくりしたけど慣れたと、すでにこのキャッチですね、ものにしてくれたみたいです。それではキャッチを大成功させました。俊太くんに皆様今一度大きな拍手をお願いいたします。それでは席の方まで戻ってください。どうもありがとう。さあ、キャッチは見事に大成功でした。そして最後にこちらも頑張りました、ハリスホークのハリーでした。続いては皆様にとっておきの鳥をご紹介いたします。今度はこのバードパフォーマンス